エアバンド金爆こと、ゴールデンボンバーの飛龍院翔36が16日、ツイッターで、今年の紅白に出場しないことを速報した。NHK はこの日、大晦日の第71回 NHK 紅白歌合戦の出場歌手を発表。話題のガールズユニット、NiziU、や、ジャニーズ事務所から同時デビューした、SixTONES、SixTONES と、SnowMan らが初出場を決めたが、発表されたメンバーの中に、金爆の名前はなかった。2012年から13、14、15年と合計4回、出場した金爆だが、今年も復帰ならず、飛龍院は、内部の情報に詳しい複数の、芸能関係者によると、ゴールデンボンバーが第71回 NHK 紅白歌合戦への落選が内定したことが16日分かったとニュース風にツイートした。これにフォロワーからはもう紅白に出してくれないなんてアルバム出すからと19年に金爆が出したアルバム名を挙げて残念がある声が上がっていた。